はい、どうも皆さんこんばんは、サイデンワンです。今日もね、ゼルダの伝説無限の砂時計、やっていきたいなと思います。前回ね、フォーチュンを助け出しまして、でこれから炎の神殿に向かおうというところです。よし、行きますか。今日もちゃんとね、意識して言ったんで今日はもう大丈夫でしたね。無限の砂時計、無限の砂時計、この先山頂へ続く道、許可なく通るべからず。許可？そんなもんいるか。開けていく。で、とりあえず炎、もうこれどうやって倒すんだろうな。この、電気が消えてる時か。てか、あのチュチュってね、夢を見る島とか、昔のゼルダの伝説にもいるんですよ。結構前から、昔からいるモンスターですね、あのチュチュは。お、見て、山が噴火してるわ。降ってくる岩に気をつけてね。この岩が降ってくるっていうのはゼルダの伝説のデスマウンテンとかのよくある定番のやつですね。気をつけてって言われるが、一応このなんか影みたいなの出るから、それちょっと避けながら行きましょう。まあ、早めに走り抜けるに限りますね、この辺は。きっとここが神殿よ。でも入り口が塞がれているわ。ほう、どうするか。なんか宝箱みたいなのあったんで、それ先にちょっと入手しに行きましょう。なんか宝箱がありました、ありました。これだ。多分ハートのかけ、あ、違う。アカルピーか。ハートのかけらっぽかったんだけどな。ノリ的には。なんかハートのかけらが全く手に入らないんですけど。これ、どうするんだ。消す的な？消せないよね。消せないよね。ちょっと待ってね。どうするんだ。消す方法とかあるのかな、これ。はい、皆さん、息吹きかけたら消せました。このマイクに、ちょっと待って。はい、消せました。マジかよ。マジか。こんなんなってんの、ゲームって。10年前のゲーム。任天堂スイッチこれ取り入れてくれたらちょっと俺困ったな。結構実況者泣かせですね、このシステム。やったわ、最低マン。これで神殿に入れるわよ。さあ、闇の力っていうのをこう天板にしちゃいましょう。結構実況者泣かせですね、この。何が実況者泣かせっていうか、地味なんですね、作業が。なんだか熱いわね。わ、あちこち燃えてるわよ。炎に触れたら大変だわ。最低マン、火傷しないよう気をつけてね。当たり前の、さも当たり前のことを言いましたね。炎に触れたら大変だわと。うわーっと触れていく。よし。なるほど。僕、いて、ちょっと待って。僕の予想だと、アイスロットが手に入るんじゃないか、このダンジョン。まだわかんないですけど。まだわかんないですけど。アイスロットで炎を消せるようになるとか、そういうノリじゃないかなと。僕は予想するんですけれども。スイッチがある的な。違うか。スイッチがあるみたいな。違いますね。さあ、とりあえずダンジョンを攻略していこうかなと思うんですけど、上はか、なんか扉がかかってていけない。こちらはジャンプするみたいな。できるか。オッケーオッケー。急がば回れ。正しき道を歩むべし。どういうことだ。急がば回れ、正しき道を歩むべし。何かあるのか。マップと今比較してます。左にあるマップと今比較しているんですが、トン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 。急がば回れ、歩むべし。なるほど。戻っていけということなんでしょうか。そしたら扉が開く的な。ことなのか。こういう、なんか、だから、例えば、書けないか。マップで、こういうルートで行けみたいな、ことじゃない？だから、マップの通りに行くと、今書いたルートを進んでいけみたいな。何かしらよくわからないけど、地図に描き込んでおいた方がいいかもしれないわね。一応書いておきました。
こんな感じじゃないか。あ、なんだ、またか。まあ、ただの落書きシステムではないというところをお見せしましょう。うん、このニューガンダムがただの白兵専用モビルスーツでないところをお見せします。はい、小さな鍵手に入れました。小さな鍵を手に入れたので、先ほど鍵がかかっていたところ、一応通れるようにはなるんですけど、急がば回れみたいなこと言ったんだが、まあまあとりあえず開けるか。多分俺の書いたやつで正しいと思うんですけどね。え、何？え、床開くの？マジか。怖い怖い怖い。赤ルピー入手していきます。ルピー結構多めにいるってことが分かったんでね。前回なんか買えないやつあったじゃないですか。あ、これか、急がば回れって。俺が書いたとこじゃないわ。多分。ちょっと待ってね。これ回転切りで、全部つけます。で、扉が開くと。時間制限があるわけでもなさそうですね。何なんでしょうか、急がば回れっていうのは。俺がマップに今記したメモ帳とは違うのかな。とりあえず扉開いたんで先行きましょう。うん、なんか行けましたね。マップに描いたやつは違うのかな。またどこかで使うってことなんでしょうか。さあ、とりあえず順番に謎を解いていきます。ゼルダのデスのこの面白いところは、徐々にこうダンジョンがの攻略ができていくっていうところなんですね。最初行けなかったけど、なんかのアイテム入手したから行けるみたいな、そういうのが面白いところなんですよ。僕はそう思ってますね。だからマップを入手したから一歩攻略が進んでみたいな、それがまた楽しいじゃないですか。またか。またこの扉閉まるシステムか。いいぜ。なになに、新システム。まだいるか。 OK。 はい、これは多分ね、ダンジョンマップはすでに持っているから、コンパス、ダンジョンマップもうすでに持ってるもんね。コンパスか。あ、ブーメランですね。もうなんか目玉アイテム、コンパスとか、ダンジョンマップはもうすでに持ってるみたいですね。ブーメランか。ここのアイテムはブーメランなのか。だからブーメランで炎を消せるってことだ。アイスロットじゃない。ブーメランよ。使い方はわかる？アイテムアイコンをタッチするとブーメランを装備できるの。あとは自由に線を描くとその通りに飛んでいくわ。たくさん投げてみて体で覚えるのよと。装備しました。はあ、ははあ。なるほどなるほど。だから要はこうして消せるってことじゃないですか、炎を。違うわ、消せないわ。炎を消すアイテムみたいなのないのかな。じゃあ、あ、こういう形式で消せってことか。そういうことか。はい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 。なんだ、俺なんかアイスロットかなんか使って消していくのかなと思ったんですけど、違ったな。なんかこのゲーム読みが多分当てれそうにないぞ。ぶっちゃけた話、俺の読みが全く通用しそうにないですね。ちょっと待って、ちょ待てよ、ちょ待てよ。消すかこれ。ダメだ、消せない、消せない。ちょっと待ってくれ。 OK。 うわ、これ結構むずい、これ。 OK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 。 あれ、火を消すとかってこともできないか、あれは。とりあえず回復します。やってくれるぜ。 OK。 あの電気を放っているチュチュゼリーももうそこまでは怖くないですね。ボヨヨン、この辺りには宝箱はもうねえな。他は当たりな。仲間なのか敵なのかはよくわからないやつですね、あいつ。多分時間を教えてくれるやついたじゃないですか、時のオカリナに。いたんすよ。そいつのなんか、
似たようなやつじゃないかなと思います。 OK、 スイッチ押したので、切りか、あ、わかりました。これも例のやつですよ。例のやつというか、まあここ、こうするじゃないですか。ブーメランをこういうことですよ。まあ、ちょっと待ってね。こういうことですね。あ、すごい、これすごいっすね、今のは。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか CM でなんか多部未華子ちゃんがやってたんですけど、わかるわ、ああいうリアクションになるわ。はいと、なるほどね。いや、ほんとこういうリアクションになるわ。俺ほんとかよと思ってたんですけど、嘘くさいリアクションしやがってと思ってたんですけど、マジでこういう感じになるわ。次、下ちょっ、あ、戻ってきたってことか。ってことはブーメラン入手した状態で戻ってきたってことですね。そうなってくると、急がば回れってやつか。いや違う、こっちじゃない、この下だ。こっちまだ行ってなかったですね。これもう無視して、あ、もういけないか。これ多分ブーメランを当てないとダメです。ブーメランじゃないのかな。ブーメランですね。こいつ風のタクトにもいたモンスターですね。ブーメランかフックショットかなんか、そんなの当ててみたいな。くそ。よし、はい、仕留めました。なかなか厄介なやつですね、あいつは。よし、突破していく。俺こんな形式の、俺25年間ゲームやってますけど、こんな形式のゲームやったことないですね。未だかつて初めての俺のジャンルですね。ちょっと待って、このファイヤーバー完全にスーパーマリオブラザーズのパクリじゃないか。俺言わないとこうと思ってたけど、スーパーマリオブラザーズのパクリというか、任天堂か、その派生ですね、これ完全に。ボヨヨン、この辺りの宝箱はあと1個残ってるぜ。宝箱の場所知りたいかい？20ルピーで教えてあげるぜ。別にいいよ。別に無理とは言わないぜ。せいぜい頑張りな。すまん、悪かった。教えてくれ。教えて。この階にある宝箱の場所はここだ。地図を見ろ。あそこか。ほら、ちゃんとマップに描き直しておけよ。ここだと。了解了解。20ルピーちょっとあれだったが、まあまあ、背に腹は変えれないか。ちょっともったいない感もありますけどね。お金が結構大事なんで、このゲーム。あ、もうこいつ、なんだ、ブーメランか。とりあえずこいつは倒す。よし。OK。で、この状態で、どっちみち行くことになってたから、まあ20ルピー払う必要もなかったかな。OK。20ルピー払う必要もなかったな。20ルピー。なんという自給自足。特に無理にあいつにルピー払うこともないな。そこまで難しくないから。オッケーオッケー。なんかマップ見る限り今小さな鍵が動いてたんですよ。あれをちょっと回収に行きますか。うん、ちょっと戻りましょう。小さな鍵が向こうにあったので、この上ですね。あったあった。ブーメランかな。ダメだ、間に合わないか。ブーメランが間に合わないですね。でもこれブーメランじゃないと多分捉えられないから、出てきたところ狙うしかないんですけど、どうする？穴を塞げってことでもないと思うんだよな。出てこい。あ、まだダメってことか。多分無理でしょうね。ブーメラン使えばいけそうな
気がしなくもないんですけど、ちょっと無視していきますか、あれは。ちょっと相手にできない。で、ブーメランで、まあ、とりあえず、スイッチ入れ替えて、とりあえず、こいつ倒します。で、この位置から、ブーメランで、こうだと。そうですね。あ、やっぱり小さな鍵がいるんだ。ってことは、あのネズミを倒す方法があるってことか。ちょっとネズミをね、どう倒すのか、厄介なんですけど、まあ、多分ブーメランで倒すとは思うんですけど、ちょっと、いや、借りに行きたいなと思います。はい、ブーメランでした。ブーメラン適当に投げてたら当たりました。よし、じゃあ先に進めますね。行きましょう。ブーメラン適当に投げてたら当たりましたっていうか、なんかブーメランを適当にガーって描き続けてたら当たってくれましたね。OK。こうですね。俺がこの、風のタクトの時もそうなんですけど、無限の砂時計とかのこの世界観があれなのが、なんかちゃんと、ゴロン族が絶滅というか、なんかいなくなってたりとか、ちゃんとその、なんていうの、ゾーラ族がリト族になってたりとか、ちゃんとその時系列を守ってるというか、なんかそういうのが俺結構好きなんですよね。その、時代を、ちゃんとやってくれてるというか、で、ガノンがなんか、おじいさんみたいになってたりとか、なんか、歴史を感じるというか、ゼルダの。それが結構好きですね。なんか、世界観というか、そういうのをちゃんと守ってくれてるっていう。これ、とりあえず倒すんですけど、こいつら。これ、火を消せってことかな？ブーメランでも消せる？ブーメランでは消せないか。で、これすごい原始的。よし。すごい原始的。地味。これあれか。ブーメランのテクニックが試されるということ。あ、もうちょっと！ブーメランのテクニックが試されるということが。望むところだ。OK。OK。OK。こういうことですね。はいと。何？違うだと？順番があるってことです。つまり。皆さん、順番があるってことです。順番通りに、つけていかないとダメだってことですね。ってことは、もうこれか。危ねえ。まずい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 。一旦逃げよう。1、2、3、4か。OK、OK。ちょっと記しておきます。1、2、3、4。こういうことですね。ちょっと雑ですけど。気になったら地図に書き込む。これ冒険の鉄則よ。初めて聞いたけどな、俺。その冒険の鉄則危ねえ。マジで、これちょっと難易度結構高いな、これ。まあ、タッチペン操作で俺が不慣れになってるっていうのはあるんですけど。1、2、3、4と。こういうことでしょう。OK。で、この小さな鍵も、ブーメランで回収と。ふぅ。ドアをタッチすれば開くことができる。OK。いい感じっすよ。で、ここの小さな鍵を開けていくと。任せておけと言ったろう。順調です。ちょっと不慣れなタッチペン操作ではあるんですけれども、ボヨヨーン。この辺りの宝箱はあと1個残ってるぜ。20ルピーあるかい、知りたいかい、別にいいぜ。別に無理にとは言わないぜ。せいぜい頑張りな。うわ、何かしらこれ。なんだかちょっと不気味ね。確かに不気味だな。これが、まあ、とりあえずこっち行くか。
宝箱がまだあると思うけど、まあ多分、ちょっと待ってね。とりあえず回復しよう。とりあえず回復します。ちょっとやばいやばい。やばいやばい。落ち着け、落ち着け、落ち着け、落ち着け。オッケーオッケー、落ち着け。回復しよう、とりあえず。よし。一匹ずつ数を減らしていく。冷静になれば絶対に勝てる相手。よし。はい、やりました。危ねえ。マジでスリリングなバトルだったな。多分この上に宝があると思うんですが、ん？あ、こいつか。よし。とりあえず仕留めて、右にも一応行けると。ちょっと待って。マジか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 。落ち着け落ち着け。よし。OK。で、これで炎が消えてくれると。いや、本当にいつやられてもおかしくない。ゲームオーバーになってもおかしくないですね。三つの食材に火が灯るとき、道は開かれる。三つの食材に火が灯るとき。ブーメランで火を灯していけってことでしょうか。こういうことですね。よし。先行きましょう。とりあえず体力を回復しないとやばい、マジで。マジでやばい。いけないの？そこいけないんすか？はい、ということなんですけども、まさかの飛び越えられないという、多分飛び越えられるけど高さ的に届かなかったということでしょう。はい、ということなんですけども、今のところからね、また次回のパート再開していこうかなと思います。結構ね、この炎の神殿かなり苦戦してるんですけれども、まあ謎解きはねすごく楽しいんで、また次回もねやっていこうかなと思います。ということで、またすぐ次回も投稿できると思いますので、また次回もよろしくお願いします。サイテイマンでした。ありがとうございました。